はい、テキストをパスに沿ってアニメートさせたいというところを解説したいと思います。まずですね、テキストツールで、適当に文字を打ってみて、まず配置いたします。そして次にですね、この、パスですね。これは別にパスじゃなくても、四角でも三角でも、星印でも構いません。ちょっとこれを適当にですね、こんな感じにして、書いていきます。これはもう、どうでもいいんですけども、こんな感じです。さあ、そしてですね、マスクが作ることができましたら、パスのオプションというのを選択。そこからですね、パスから今引いたマスク1を選択します。そうしますと、このようにですね、パスに沿って、文字が配置されました。もちろん反転させることもできます。こういった形で整えることもできます。直角にですね。あと平均的に配置したりすることもできます。さあ、マージンなどをですね、このように移動させることによって、テキストをですね、アニメーションさせることなどもできますので、いろいろとですね、やってみていただければと思います。またですね、少し、ちょっと上級としてはですね、これをですね、3D レイヤーにしちゃうっていうのもあります。そうしますと、3D レイヤーとして、いろいろとですね、こう、3D 上でなおかつなんか動いてるみたいな形もできますので、そういったことなどもですね、ぜひ活用してください。